皆さんこんばんは。東京青山の結婚相談所マリーミー代表植草美幸です。日曜日のこの時間は植草美幸の恋愛結婚相談の時間です。はい、この番組はリスナーの皆さんからいただいた恋愛結婚のお悩みを解決しホットな話題をお届けする番組です。なんといっても私植草美幸は歯に衣着せぬ物言いで本音でズバズバ切りまくります。そしてアシスタントおなじみの木月理恵さんです。こんばんは、木月です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、植草さん、はい、お便りが来たので、はい、早速、ご紹介させていただこうと思うんですが、はい、私は結婚相談所で活動している千葉県在住29歳です。はい、先日希望通りの男性とお見合いをすることができました。はい、とても楽しく会話ができて相手も楽しそうでした。うん、でも結果はお断り、うん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 、担当者に理由を聞くと趣味が合わないと言われました。うんうん、でも私は彼の趣味を全部興味を持って話まで膨らませたのですが、なぜ断られたのか分かりません。はい、ということで、はい、まあ、一番最初のお見合いの段階でですかね、はい、はいはい、お断りをされてしまったということなんですが、はいはい、これはですね、うん、2つありまして、2つ、はい、1つは、ポイントね、1つは会話は弾んだ、はい、楽しかった、はい、だから OK もらえるよねってよく皆さん思い込むんですけど、うん、それはね、弾んだからといって OK じゃないんですよ。弾んだっていうのは合コンみたいになっちゃったんですね。はい、女子会みたいに女子同士でこうだよね、ああだよね、楽しいよねっていうのは確かに弾んでますよね。うん、でもこれがじゃあ対男性と女性が将来結婚しようかなって思った時のネタじゃない会話をいくらしても楽しくないんですよね。はい、楽しい雰囲気にはなってるけど聞きたくない情報をどん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 2人でやっていても雰囲気は楽しいんだけれども実はその結婚相手としては見られてない。友達みたいになっちゃってる。会話は楽しかったけど、うん、はい、友達みたいになっちゃってるっていうことで、はい、それが一つ、はい、でもう一つはそもそもタイプじゃなかったんですよ、彼女は。会った時から、うん、でも、ね、ひどくないですか、うん、もうこの男性もね、うん、話やっぱりね、うん、膨らませちゃうと楽しいと思うと、うん、はいはいはい、たとえなんか第一印象がねあまり良くなかったとしても、まあ、話してて楽しいから好きになったとかね、そう、これはね、聞くじゃないですか。これはね、勘違いしちゃってるね、女性の方が。っていうのは、うん、話弾ませて頑張ったんだけど楽しい顔にしたきゃならないじゃないですか、うん、どっちにしても、はい、だけどそれは僕は興味ありませんよとか言えるわけないし、男性も、うん、本当はしょうがない。これはこういう答えは嘘の答えなんですよ。どんなに担当者にどういう返事でノーだったんですかって聞いたとしても半分以上は適当に答えられてるんですよ。わかります？はい、その会員さんもアドバイザーの方に本当のことを言わないってことですか？そう、そう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 、うんうんうん、言えないじゃないですか。タイプじゃないよ。顔がタイプじゃないけど、そうそう、フィールが合わないとか、ちょっとね胸がちっちゃいねとか言えないじゃないですか。まあ、巨乳好きの男性だったら言えないでしょ。胸がちっちゃいよねとか、うん、顔がタイプじゃないよねとか言えないんですよ。でもね、実はね、はい、そういう理由もあるんですか？いや、そういう理由が、うん、まあ、大体7割8割結局第一印象で、お見合いはもう第一印象でほぼ決まるんですよ、いつも言ってるけど、うん、パッと見て、そのパッと見た一瞬でしょ、うん、3秒4秒いつも6秒って言ってるけど、はい、本当は3、4秒なんですよ。はい、でその時にやったって思うかどうか、男が、まあ、その写真がねやはりこう綺麗にして撮ってらっしゃるから、はいはい、まあ厳選材料にはなるだろうけれども、そうそうそう、まだちょっとやっぱりパッと見た時の思いっきりの笑顔と、うん、あともういつも言ってるけれども女の子らしい女性らしい、あ、男受けする服、これはもう絶対鉄板なんですよ。それさえしていれば本当は8割 OK。 その服、まずね、というのは、うん、どういった服はね、うん、あのこの間もね某あのテレビ局でも言われて、私はちゃんとその服着ていったんですけど、はい、まずボン、キュー、ボンだよね。胸ボン、ウエストキュー、ヒップボン、比較的その体のラインが、そうそうそう、はっきり分かる。だってね、はっきり分かる、もちろん結婚したら一緒に寝るんですよ。
いやでもね、一緒にお風呂入るんですよ。そう、こうセクシーな感じとかだと逆にこう、うんうん、あのね、セクシーって言うとみんなこう、ここがね、キャミソールドレスになってたりとか、胸がこうガーッて開いてるってイメージでしょ、うんうん、そうじゃなくって、ちゃんと清楚なワンピースでもバストとウエストとヒップがしっかり分かる清楚なワンピースの腐るほどデザインとしてあるので、うん、そういうものを着ないと、やっぱりその男の役割、女の役割っていうのは結婚生活にとってあるわけですよ、うん、だからセックスアピールをしてなきゃまずダメだから、彼女が29歳の彼女、うん、はい、何を着ていったのか知りたいですね、まず。ああ、会話とかの前に。そう、だから会話の前に最初の6秒で掴んだかどうか知りたい。そこなんですよ結局ですか。そう、結局そこ、第一印象がもう8割、うん、はい、でそれを取り返すのに4時間かかるんですよ。どんなにアピールして、どんなに楽しい話をしても、頭の中にタイプじゃないって男性が判断したら、うん、もうスイッチがタイプじゃないなんて、よっぽどものすごい何かがない限り挽回できない。お見合いの大体平均時間、1回初めてお会いする時の平均時間って大体どのくらいなんですか。60分です。1時間。1時間だから、その60分にどんだけ喋れますかってことでしょ。喋るんじゃないんですよ、聞くんです。リサーチ1時間。1時間ちょこっと喋ってどんどんリサーチする。ちょこっと喋って聞いて聞いて聞くと、うん、男性の方が自分に興味を示してくれたなと思うわけですよ、聞かれた方は。喋、うんうんうん、ったな、楽しかったなってなるんですね。でこの彼女の場合、多分会話が弾んだって言ってるから、本人楽しかったって言ってるんで、うんうん、楽しく会話もでき、相手も楽しそうでした、うん、彼女が喋ったんだと思う、うん、彼女の方が喋っちゃったと思う。いつも7対3の法則って言って、 7喋ってもらって3喋ってねって言ってるんだけど、はい、多分これ7、3どころか彼女が8ぐらい喋って、うん、男性が2しか喋ってないんだと思うんですよ。だって膨らましたんですよね、会話。はい、膨らました、膨らましたんですよね。だから彼女の方がいろんな話をしちゃったんじゃないかなと思います。そのやっぱり最初のお見合いの時は、まあ、例えば口下手な男性っていらっしゃいますでしょ、はいはい、こうやっぱり会話が盛り上がらないと、うん、ほとんど口下手。そうですよね。そうなっちゃうと、どうしてもこう女性がね、うん、リードしたくなる気持ちも、うん、あのイエスオアノーで答えてもらえるような質問形式にすればいいんですよ。でその後に、それはどういう意味とか、そっから掘り下げて聞いてるんですよ。会話を膨らましたのが、どういうふうに膨らましたのか逆に知りたいですね。なるほど、彼女が、はいはい、だから例えば、うん、聞くときに、そうだな、趣味は何ですかとかダメですよね。趣味は何ですかって言ったら答えづらいんですよ。先に、私の趣味は何々なんですけれども、何々さんは、どんなものがお好きですかとか、音楽だったら何ですか、スポーツだったら何ですかって具体的な例を言ってあげるといいと思うんですね、うん、答えやすい質問。そう、あのね、無口な人ってなんで無口かっていうと、こういう答え方を初対面の人にしたら、あの嫌われるだろうとか、印象が悪いだろうっていうふうに、いろんなことを考えて、そして喋れなくなっちゃうんですね、はい、だからそれはその考える暇もなく、はい、考える暇もなく、イエスオアノーとか、どれがいいですか、ウィッチイズベターとか、ウィッチイズベストとかっていう質問内容にしてあげると答えられますよね、うん、でもなんかそうなると、もういっぱいの質問を、うん、もうやつぎばやに、そんなことないですよ、そんなことない。一番簡単なのは、うん、結婚でしょ、はい、結婚だから生い立ちから聞くんですよ。小学校の時から、小学校の時はね、うん、スポーツは何かやってましたか、部活、部活もありますね、小学校って。中学ぐらいから部活ありますね、はい、何かスポーツやってましたか、うん、お稽古してましたかって言って、例えば野球って言ったら、うん、野球だったら日曜日とか近所のね、例えばリトルリーグなのか、学校で何かそういうのがあるのか、うん、どんどん聞けるじゃないですか。1時間の間に、うん、その一番最初の初対面の方とお会いした時に、うん、まあ、最初はあの今日のお天気から始まって、うん、まずは挨拶ですよね、はい、今日はありがとうございました、はい、楽しみにしてまいりましたで、本当はそこで8割決まりますよね。だからそこは、うん、あの最高のスマイルと感謝の気持ち、これが8割。まずご挨拶の時に、うん、ここで掴んだら、うん、今日はお天気が悪かったけれども、あのお仕事の悪い中ありがとうございますって言って、うん、で私気になっちゃったんです、ストッキングがね、あの水しぶきが上がらないかすごいドキドキしながら来たんですって言うと可愛いんですよ。
でそこでアピールですよね、うんうん、あ女の人って大変なんだなとか、うんうんうん、それでもヒール履いてきちゃった頑張ってみたいな、やっぱり2つアピールしましょう、うん、でもそのぐらいで十分ですよ。でプロフィール拝見したんですけれどもって喋り出したらいいんですよ。で趣味のところで野球って書いてあったんですけど、うん、小学校ぐらいからやってらっしゃるんですかって聞いてあげるといいんですよ。というのは、うん、趣味野球って書いてあったらこれが見てるだけなのか、あなるほど、実際にいつからやるのかプレイするのかって、そうそうそう、でこれをねどういうふうに答えていいのかわからないから喋んないでしょ、はい、でそれを喋りやすいようにこっちから振ってあげるんですね、うん、小学校ぐらいから野球なさってたんですかって聞いたら、いや違います、高校からですって言ったら、うん、じゃあ高校がその野球 何人ぐらいのチームですかとか、うん、いろいろ聞いてあげる、うん、じゃあ朝早く起きて朝ごはんたくさん食べて、なんか私のイメージだったら野球少年ってすごい頑張ってるなってイメージなんですけど、うん、そんな感じなんですかって言うでしょ、うん、そしたらそうですよ、朝何時に起きてこうしてあしてってこう出てくるじゃないです か、うん、だからたくさんこっちが言って答えやすいようにしてあげて、うん、で最後に褒めてあげるでしょ、立派ですね。私の高校時代なんかもう全然そんなスポーツなんてやってないし、朝ギリギリまで寝てましたけどみたいな。いいんですかそれ。いいんでしょ。でもっぱら髪の毛とかこう溶かしたり巻いたりして、なんかみんな私の友達みんなそうでしたって、慌てて高校2年になって大学受験の勉強した感じなんですけど、何々さんってずっと高校野球でやってらっしゃって立派ですねって、自分をちょっと下げてあげるんですよ、うん、なるほどね、うん、気分がいいじゃないですか。心配じゃないですか。でもずっとこう髪の毛ばっかりやって、でもその人は朝起きてくれるんだろうかとか、男性は褒められたらそっちで頭いっぱいで嬉しい、うん、嬉しいっていう気分でもうホイホイしちゃってるから、うん、女性がなんだかんだ言ったことなんかちっとも気にしないですよ、うん、高校の時から巻いてるんだみたいな、女の人って大変だなって思ってくれる、自分の知らない世界をそこで初めて知って、うん、へえ高校生の女子ってそうだったんだみたいな感じですよ。なんかどうしてもお見合いの場だとなんかかっこいいとこ見せなくちゃみたいな、うん、こう私はしっかり者ですみたいな、うんうん、お料理も得意でみたいな風にもうそれねやっちゃうと思うんですよ、ね、お料理得意って言った瞬間アウトですよね。どんだけ自慢してんのあんたって話ですよね。で実際、はい、じゃあできなかったらどうなりますそれ。でもね、結婚しちゃったもん勝ちかなので、うんまあね、でもね、お料理得意ですって言うとすごいあの鼻につきますよね、うん、だから、うん、あのもしそれを言うんだったらば、うん、小さい時からお台所に母親と一緒に立っていて、うん、お野菜を剥いたりね洗ったりしてお手伝いしてたんですけど、必然的になんとなくあの家庭料理は気がついたら中学卒業する頃には大体できてましたって言うんですよ。そう、何も料理上手ですなんて言わなくて、家庭料理が一番で、よく言うじゃないですか、あのお料理学校に行っていて、うん、毎週日曜日の3時からお料理学校行って、うん、どうしたこうしたって、うん、でそんなんとかムニエルがどうのこうのとか、まあ、ムニエルだったらあれですけど、うん、そんなね家で作ってほしくもないようなフレンチとか作られてもどうかしらと思うんですよ。そういうのを外に食べに行けばいいんで、うん、それよりも何々の煮付けとかお魚の煮付けとか、うんね、でそういうお酢のものとか、うん、そういうものを普通で作れる子の方が男性としては安心、嬉しい。なるほどね、うん、そういつも言うけど、お母さんみたいに温かくて優しくって家事ができる年頃の女性と結婚したいんですよ。もう一回いいですか。もう一回したくていいこと言ってだから、うん、そうお母さんみたいに優しくって、うん、なんだっけ優しくって包み込んでくれて家事ができる、うん、お料理ができる、うん、で年頃の女性、お母さんじゃダメじゃないですか。そうです ね、うん、60歳とか70歳になっちゃうから、うん、そうじゃなくってそういうことができている、すでにできる、結婚と同時にできる自分と 年が合う女性、これが結婚相手ですよ。だからそこはお料理学校なんか行ってくれなくていいんですよ。そういうふうに演出したらいいんですか。そうそうそう、1時間の間に1時間の間に褒めて、そうあの祖父祖母から何々を習ったとかね、茶碗蒸しは祖母から一緒に住んでいて祖母から習ったりしたんですけれども、ちょっとこうあのドジなところも出しちゃったりして、ね、で3回やったら1回ぐらい失敗しちゃうかなとか言うとちょっと可愛い。飾らない方がいいんですね。飾らなくていいんですよ。飾ったらみんなボケそぼるから飾らない。
大変ですよね、その1時間の間に。いやいやいや、慣れてくるものですか。何回も喋りましょう。お見合いは1回目だけ難しいんですよ。1回目だけ緊張する、うん、だけど2回目からはできます。女子は普段女子会でたくさん喋ってますよね、はい、だから全然大丈夫。1回目だけですよ。で、相手の男性の顔色を見る、はい、で眉間にシワが入ったら、あ、この会話楽しくないんだな、答えたくないんだな、聞きづらいんだな、聞こえないんだなっていうふうに認識してグッと近寄るとか。お見合いの人たちこう近いですよね。こうテーブルからこう乗り出してるというか。そうですね、ホテルのラウンジですからね。そうですそうです。なんかこう乗り出して、そうそうそう、一生懸命アピールしてるからね。そう、あれね、よく思いますけど、唾飛ばないかななんて思っちゃうんですよ。でもそういうふうに言ってるんですね、やっぱ乗り出して。そうそうそう、私もね、この間あるあのテレビの番組でジュニアさんの番組にね、ジャラジュニアさん、そう、ジャラジュニアさん、うん、呼んでいただいたんでお話ししたんですけど、うん、真横だったんですよ、真横、うん、一生懸命喋ったから、ね、唾飛んでないかなって思いながら一生懸命喋ってました。はい、脱線しました、失礼しました。やっぱこうね、乗り出して、うん、あなたに興味みたいなことにして、そうするとグッとくるでしょ、うん、距離が近づいたから、あ、僕に興味があるんだな、一生懸命話してくれてる、聞いてくれてる、じゃあタイプじゃないけど OK しようかなってなる。これが取り返し。じゃあもう無理に会話を弾ませるんじゃなくて、うん、弾ませるんじゃなくて、お話をさせて、そうそう、喋ってもらう、褒めて、だってリサーチだもん。でそれで、うん、こううちの自分の家族と同じようなお家柄かなとか、はい、お母様とその息子さんの関係がこうなのかなとか、マゾコンじゃないかしらとか、はい、そこでサークル、はい、お見合い、お見合い、おいたしから聞いてください、おいたしから、はい、はい、で今度11月12日、はい、13時から婚活セミナー、1年以内に結婚するためにはという、はい、あるということでですね、はい、マリミーのホームページをご覧いただければと思います、はい、さあではこの番組ではご意見ご感想をお待ちしております、はい、info@792fm.com info@792fm.com までお願いします、はい、ぜひね、こういうお見合いの相談などもお寄せいただきたいと思います。はい、います、はい、いろんなところで活動されていると思うんですけど、あの他のね、いろんな相談所に入っていらしてもぜひぜひお答えしますので、はい、植草さんとうとう時間が、はい、お別れの時間ですね、はいはい、今日もあっという間に終わりました。このまま終わらせていいですか。はい、大丈夫です、ね、はいはい、お相手は植草みゆきでした。ではでは皆さん、また来週この時間をお楽しみに。ごきげんよう。